セロハンテープにらめっこ対決ー。突然なんか出てきちゃう。二村真嗣のメイク。さあ、では今回の企画はこちら、セロハンテープにらめっこ対決ー。こちら対決を今回はですね、道京ちゃんと小沼ちゃんにやっていただきたいと思います。イエーイ、絶対勝つぞ。小沼ちゃん、こういうのは初めてですか？初めて。初めてですみたいな。すごいなまったけど、一瞬で。初めて。初めてです。緊張しちゃって。初めてですか？初めてか。じゃあちょっと。じゃあ、オラが手本見せてやるよ。オラ余裕がもう、半端ないですね。じゃあ、行きましょうか。よし、1分。じゃあ、1分間行きましょう。よーい。スタート。難しい。何これ、むずいよ、めっちゃ。もっと行きたいけど、これは意外にね。あ、だいぶできてきた。意外に難しいですけど、これむずいな。鼻水出てきちゃう。さあ、やばい。これマジやばい。4、2、1、0、終了。うわ。さあ、では二人とも準備はよろしいでしょうか？それでは、はい、にらめっこしていただきましょう。にらめっこしましょう。アップップ。アプリ広告するならアップシークラウド。え、見えてる？口押さえてるけんさ、分からんやん、死ぬよ。僕はあの、こちら側から風が吹いてるというイメージが全部こっち側に来てますけど。僕はあの、谷村新司のメイクありました。メイクバカらしすぎだろ、谷村新司の。さあ、二人とも、これはドローですか？どうですか？自前のこれです。ちょっとだんだん面白いですけどね、二人とも。あら、余裕が出てきた。終了。大沼ちゃんの勝ち。やばい。ちょっと取っていただいて。監禁されてるみたいな。じゃあちょっと取っていただいて。防御力が高すぎた。いや、目閉じてんだから。いや、確かに、ね、目閉じてるのは、まあ、そこは作戦なんで。そこはあのうちらのチームの作戦なんで。俺らが純粋に笑かそうと思ったのアホみたいやな。いや、でもまあそれはちょっとそういうのちょっと許せないな。変顔やってもらわなきゃ許せないな、一発。いや、ちょっと変顔ね。いや、負けた人が、もう負けた人が普通やるべき。じゃあ、僕やっとくか、変顔。はい、やります。やりたいんだ。やりたいんだ。変顔。じゃあ、ドキちゃん、そのまま振り向いてもらっていいですか？可愛いやつやんけ。ありがとうございました。まあでも勝者は大沼ちゃんということで。いや、まあまあ悔しいな。さあ、では後半は引き続きアイドルのゲームアプリに挑戦します。はい、ご応募期待します。さよなら。アプリ広告するならアップシークラウド。さあ、ではじゃあライブも終了したら次に、はい、コミュというところに。コミュあって、コミュでアイドルとのコミュニケーションを楽しんでみましょう。コミュです。コミュ、アイドルたちとの出会いや成長をプロデュースすることができます。うわ、すげえ。で、道京ちゃんと沼ちゃんはこのリアルなアイドル目線でのコンビ。あ、なるほど。こんなのあるよ、こんなのねえよみたいなやつ。事務所ね。事務所なかなかいかつ。いかつ、校長室みたいね。これいかついよね、この事務所。こんな事務所はないよね。これはない、これはない。プロデューサーさん、おはようございます。島村うずきです。おはようございます。渋谷凛ちゃん。渋谷凛です。おはようございます。でーす。本田美代です。あ、あのブキオピ。ブキオピの。おはよう。プロデューサーさん。改めてよろしくね。いやー、レッスンルームとか早く見てみたいなみたいな。確かに。このピンクの子は最初からタメ語だけど、こういうのはありえない。ありえない。初めてのステージ。キャラとしてもありえない。いますよね。でもそのうちに湧いてくるんじゃないの？
これだからミオみたいなのがいるとやっぱ残り2人はちょっとでも舐めてるよね、舐めてる舐めてる。それよりも今早く欲しかったかもしれんな。それ言っちゃダメだよミオ。ミオ舐めてる。ミオ舐めだね。仕事業界舐めてる。笑顔でなんとかなると思って。あ、なんとかなる。なるほどね。2人も完全に今のマネージャーさんを走らせました。これシリーズ。あ、シリーズ。それ言っちゃいけないやつです。ヒントなんだ。あれ、2人ともやる気なんだ。私もやるならもっとちゃんとやりたいと思うけど。え、これよくさ、こういうバチバチ感はあるの？アイドルのグループだね。一緒にあのアイドルの星目指して。別に負けず嫌いとかじゃないけど、まあない。でもライバルですみたいな。ダンスじゃライバルですみたいな。なんか右。あ、でも同居ちゃんはダンスも歌もあれやから変顔のライバルがいるわけでしょ。いや、でも私のいたグループでちょうど変顔のライバルいなかったんで、もうぶっちぎりで変顔のライバル。あ、確かにねえんだよな、そんな担当。変顔担当なんて。あと、あの、厄介担当。厄介担当。厄介、なんかめんどくさいやつみたいな。厄介ごとは担当ってこと。厄介ごと起こす担当です。迷惑ですね。迷惑ですよ、それは。ここからは私が説明しますね。洗剤のテレビ撮影、まずは社内にあるステージセットで歌って。あ、めっちゃ。あれ次のメイン。衣装室。あ、衣装室。ちぎまちゃんが進めてくれてるってこと。なるほど。教えてくれてるってことね。こんなね、パステルくないですよ。こんなパステルカラーの。あ、これ自分で。あ、ちょっと待ってください。あ、これでのぶきょうさんタイプわかりますね。のぶきょうがシブリングを着たら似合うと思うのはどっち？一番右のクールな感じの。クールな感じがセクシーでしょ、シブリング。10代の子にセクシーな子を選ぶっていうのはちょっと軽くセクハラなイメージがあるんですけどね。まだプロデューサーですから、こっちは。いや、それだいぶやばいよ。職権内容ですね。職権内容、講師今度。意外にね、展開が。はい。あ、レッスンスタジオ。ちょっと似合うちゃんは本当タメ語ですね。ずっとちょっとちょっとでも何でもできちゃう。やっぱり最初からタメ語の子は同期たちも嫌われちゃう傾向があります。え、ミオちゃん途中でやめそう。途中でやめそう。確かに早っ。まず初日よこれ。あれなさそう。根性なさそう。根性なさそう。ああ、先ほどね、ベテラントレーナーのさっきの厳しい女性からね、ステージで大事なものについてプロデューサーから教えてあげてくださいと。はい、これどうですか2人、本当に大事なものっていうのはステージで、なんかライブ前とかにこれ言われたらなんかちょっと嫌いになりますよね。みんななら大丈夫って今めちゃくちゃ浅いことしか言ってない。確かに浅い。浅いね、すごい。いや、浅かすぎる。じゃあみんななら大丈夫と頑張れやったらどっちだよ。なんかめっちゃ低い声で頑張れみたいな感じで。いや、でもみんなが頑張れじゃなくて、みんなが大丈夫よ。みんなが大丈夫ね。楽しんでいこう。臭くさ、臭くさ、臭くさ、臭くやだ。臭ピン。チャンネル登録よろしくね。